はい、こんばんは。尼崎の剛の長渕でございましてね、今日が木曜日、ね、皆さん無事のお勤めを終えられましたでしょうかっていうことで、私もなんとか頑張って、木曜日超えてまい、りましたけどね、学生諸君も頑張った超えたかねというところでね、今日はなんと言いましてもメインはね、チャリンコデビューのリーちゃん、ね、愛犬リルクの、病院とかね、まあ、ドキドキワクワクしながらつうことでね言ってございますが、今日また後であのツイッターね、ツイッターからまたフェイスブックもね転送で飛ばしたいなつうところでね、リーちゃんの模様をパチッと収めてございますんでね。バスケットカゴにねうまいこと乗っかって、30分ぐらいかかったかな、どうでしょうか、行って着いた途端のどっしゃ降りの雨っつうとこでね、持ってるね、これ僕が持ってるのかリーちゃんが持ってるのかね、雨男なのかセーフなのだから晴れ男なのか、まあ、2人とも男でございますからね、ついてるのはついてございますが、なかなか大変だなっつうところ、そして見てもらっての帰りがまた晴れてる、怖いな。どっちかが晴れ男でございましてね、二人とも男でございまして、持ってるも持ってるとまあいいかということでね、それであの何といってもまああのスプレーでね毎日こうケアポンポンこうこうして触ってこうしてね、あのいわゆるステロイドが入って臭いのスプレーこう家から見せてもこれやけど、これ出身のやつやけど、でそれが先生かなり効果的ですよと、で大変苦労していらっしゃるみたいですがと、手に取ってやられてるんで、あのまあ後で手をきっちり洗っていただければ大丈夫でございますと言われてね、そして1日500円のお薬ね、また継続ね、まあ継続でも内臓でもしょうがないんだけど、だからぶっちゃけ僕のお昼ご飯よりも高いわけ。まあ、そのあたりも置いといて、なんとかね、リーちゃんを元の姿に、ね、何よりもかゆかゆの頻度はね、減ってございます。そして、先生が前回、7日の日にね、あちこち写真撮ったやつを見比べて、かなり良くなってございますというね。OK よ。じゃあ疲れて寝てるけどもね、最高、もう今日気分だからね、むちゃくちゃいいもんね、それでだから今日初めてアマゾンチャンネルご覧になってくださった方もつきましても登録、まずチャンネル登録プチッとしてくださいよ、お願いしますね、招き猫ならぬここ掘れワンワンつうとこでね、ご利益もございます、これは間違いない、はっきり言わせてもらってね、もうだからもうテンション半端ないもん、上がってるもん、上げ上げやもん、もうなんつうんかな、で一応今鹿のね肉水煮だとかなんだとか、そのご飯と混ぜ食ったやつだとか取り寄せてリーちゃんだけね食べてますが、レオはいわゆる鶏でしょ、で豚で、まあ焼き肉これはじゃがいもとね、いわゆる炊き物なんかはじゃがいもとやって食べてるんですが、こう一緒のやつでも先生いきますかねと言うたら、構いませんよと、となってますまあいいか、ちょっと涼しくなってから考えましょう言われて、構いませんと、大きな思ってね、で今まずこの首とこの胸のあたり、まし、あともうちょっとこのお腹とこの首の胸の間ぐらいを重点的にスプレーパチパチいきましょうと言われましてね、この脇のあたりもかなりもう色が薄くなってますねと、薄くなってピンクのやつも薄くなるらしいですね、そして、このホルモンというか皮膚のバランスコントロールが取れたら毛が生えてくるというイメージでねおっしゃってたので、これなんとかありがたやありがたやでね、なんとかまあ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 ね、この今のドクターに全てを託してと、リーちゃんの運命をというところでね、目いっぱい来た。そして今日ね、本当は違う、何でした
クソったれの人生、クソったれの人生ね。まあまあクソったれもあのみぞったれもいいんですけど、まあ人生ですから、いろんな人生ございまして、まあ私も例外なくいろんな人生でございましてね、まあ人生も犬生もね、まあ自由にパチパチっと生きたいなっていうところでね、まあ悔いのないように、これがまず大事条件でございましてね。 ですからうちはもうあの子供から孫から何からもう全員全ては自由と、自由自在というところでね、そのあたりでね、まあぶっちゃけやってみな分かりませんからね、何せよ。そして気づいてまた超えていくと、歩んでいくというイメージ、これでいこうね。でないと、あの時こうしとったらよかったなとか、あの時あこっち曲がったらよかったな、まっすぐの方がよかったななんて言ってもね、もう戻れません、正直なしね。ということもあって、今日は兄貴の67回目のバースデーするとこでね、まあ、ちょうど僕と10歳違うから、やっぱあの背中も追っかけたいですよね。ジャルさんも追っかけたいけど、やっぱり兄貴も67歳兄貴の背中も追っかけて、ですから今日は兄貴のバースデーをやってのトンボ行こう、よろしくお願いします。この後ね、あの TikTok でもこれやるから、ちょっと今日はねおまけごめん、勘弁しなさいね。お手手はまあ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 、今今日は中の芸用界ちょっといいぐらい、うん、しびれはもちろんありますけど、痛みがマシで、明日あのほら水曜からスライドした、リハビリ行ってきます。今日はもうリルのことで頭いっぱいやったから、チャリンコで行けんのかな思ってね、帰りはね座らんかったね、なんか立ってもう抱っこしてくれ言ってね、抱っこちゃん人形じゃねえっつうの、雨が上がってる間に帰らな、これお前えらくなるでと。で帰ってきたら、あかん、7分20秒あかんあかん、もう巻きや巻き、7時の28分ですが巻きでございます。あなくなったらまたほらアップが時間かかったね、作業がぐる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 、台風23号みたいになるからね、いろいろ考えてございました。何やったかな、話途中だったかな、何言おうとしたんかな、忘れた、ね、りーちゃん早く帰ろうっつうとこで、雨濡れるでって言って、あ帰ってきて、で散歩下ろして散歩行こうもだけど行かんかったね、空気読むな思ってね、早い形で、レオも家の前で、大小やって今と、ちゃくちゃええ、まあまあこっからパラパラっとやって明日につなげましょう、よろしくお願いします。そう願って裏腹な心たちが見えれて、やりきれない夜を数え終われられない闇の中で、今日も眠ったふりをする、死にたいくらいに憧れた花の都大東京、薄っぺらの細め北へ北へ向かって、ざらついた未来数の丘もと、ねじ伏せられた正直さが、今頃になって明けに骨身に締める、ああ幸せの飛ぶように
せろトップへほら舌を出して笑ってはそれでもみもみと生き抜く俺も恥じらうえ裸足のまんまじゃ寒くて凍りつくような夜を数えだけど俺はこの街を愛しそしてこの街を憎んだ死にたいくらいに憧れた東京のバカ野郎はシュラに顔して黙ったまま突っ立ったらケツの座りの悪い都会で行き通りの酒を垂らせばアンパンや俺の骨身に締めなああ幸せのトップよどこへお前はどこへ飛んでいくああ幸せのトップへほら舌を出して笑ってらOne time, ah, 幸せのトップよどこへお前はどこへ飛んでいく ah, 幸せのトップへほら舌を出して笑ってらギター上おめでとう頑張ったちょうどねお今いいとこもうちょっと休憩してね TikTok 入れたらもうちょうどいいとこありがとう大きなありがとう汗かいた、ね、まあまあまあ自分でね考えてねイメージしてああだこうだ言うてね車ぶつぶれたでしょそして次にどうするかで自転車がいわゆる8万9万のねところをねいろいろそういう優しさその優しさでね9000円でなんとかやっていただいたりなんかしたりなんかしましてねそしてそれにまたうまいことリーちゃんも乗っかるっつうねこの描いてたのがバチッとはまった時のこの何ちゅうかな一言では言い表せないなんつうんですかその自分だけではもちろんできない人の優しさねいろんな方のね愛を受けて
これまた超えていけるんですよね。最高やないですか。ね、ありがとうございました。みんなの愛に感謝して今日も終わっていきたいなと。ね、大喜利ありがとうございました。明日また、土日お休みの方につきましょう。明日ラスト1日、ね、頑張っていきましょう。バイバイ、ありがとう。あ、レオも今日はもう満足、リーちゃんも満足、そしてこのかゆかゆが何よりもね収まりつつあるってことでね、ありがたや、ありがたやってことでね、もうすべての皆さんに感謝して終わっていきたいな。大喜利ありがとう。明日また会いましょうね。バイバイ、ログロール、ありがとう。みんなよろしく、夢見てね。大喜利。